はい、良い子のみんな、お相撲は親御町のお兄さんヘビリンザマスバよチェーキというわけでございまして、改めまして大人の皆様こんにちは、のヘビリンザマスバよ。さあ今日もですね、ヘビ蔵のお待ち遠さま、大相撲今日の親御町、奥様ご無沙汰してるザマスバね。親御町やってんの？やってないザーマスでしょ。私そんなこと聞いてないザーマスはよ。やってんの？やってんの？やってんだって。このトンネルからチキチキこんなやろってやられた。そういうこと言ってはいけないザーマスはよ。というわけでございまして、令和4年大相撲秋場所の10日目、ね、終わったザーマスはよ。というわけでございまして、今日もその結果、7勝の力士いたの？いたの？親御町やってんの？やってるのというわけでございまして、このトンネルからチキチキホケトンネルやろチキチキぶちゃらなろって、そういうこと言っていけないザーマスって何と言ったらわかるザーマスの。というわけでございましてですね、今日はいろいろと考察を重ねていきたいと思います。それでは番組スタートいたします。お客様のお耳とお目目を拝借するザーマスはよ。それではよろしくどうぞ。はいはい、そういうわけでございまして、改めましてこんにちは、どうもご無沙汰してるザーマスはね、ヘビリンザーマスはよ。お元気してるザーマス、奥様お元気？私は元気よ。というわけでございましてですね、早速ですね、本題に入りましょうか。というわけでございましてね、ほんとご無沙汰してるザーマスはね、姉ちゃん元気かって、それは後の最後のセリフザーマスはね、はい、今日はですね、令和4年大相撲の秋場所始まりました。それで今日は10日目を終えたんですね。でそこの10日目の中で、また7勝の力士が出てきたザーマスはよ。よろしいざます。今場所も私はね、このおチャンネルお丁寧、ね、お上品、大変お品がおよろしいということでやっていくございますよ。さあ、令和4年の大相撲の秋場所の10日目、何度もしつこく終わりまで、ね、始まってまいりました。2022年9月の9日、ね、両国国技館で行われましたとさ、親御町というわけでございましてですね、さあ、十両の力士が今日7勝の力士が1人いました。確認してみましょうね。はい、栃武蔵7勝2敗、徳勝龍5勝2敗で、栃武蔵くんが勝って8勝2敗で、ああ、春日野部屋ね、やっぱり世代交代しなきゃいけないざますから、谷町さんいっぱいお金出したのね。親御町というわけでございます。さあ、重量確認していきましょうね。1人いて、1人成立ということで 100%。まあ、1人だったら、そんなの統計にならないわね。ならないざますわよ。親御町って、まあ、そういうこと言っていけないざますわよ。というわけでございまして、まずここで 100% 一つ見ておきましょう。はい、そしてですね、幕の内に入りましょうね。幕の内は今日は7勝力士が3人いました。確認しておきましょうね。はい、千代翔馬くん7勝2敗に竜電くん5勝4敗。竜電くんが勝っちゃって6勝4敗。お預けよ。お預けなのよ。ね。というわけでございましてですね、もうここのエリアもいろいろ大変ざわますわよ。関取いっぱいいるからざわますからね。お預け親御町。まあ、後々勝つでしょう。お預けというわけでございます。13日の休勤直しまで。待つのよというわけでございます。さあ、そしてですね、錦富士くん7勝2敗に若元春くん6勝3敗、錦富士くんが勝って8勝2敗で成立。あー、ミスターいじめ。この人ね、すごいんざます。近畿大の時にね、後輩をね、とことんいじめてね、大学退学になったんざ、まあそうよ。ですけどね、その後、各界に入ってきてね、近畿大の世耕理事長、お金をいっぱい出して、おまけに伊勢ヶ浜部屋というわけでございまして、売り出し親御町。セール親御町というわけでございます。よろしいざますはね。はい、その次、高安くん7勝2敗に北勝富士くん9勝0敗、高安くん勝って8勝2敗。子供が2人生まれたからご祝儀親御町。というわけでございまして、幕の内の力士は3人いたうち、2人が成立しましたんで 66%。はい、合計をいたしますと、4人いて3人成立で 75% となりました。7勝の力士が8勝になって勝ち越す確率が 75%。 いかがザーマスかしら、お客様。また始まったザーマスはよ、ね、よくここから見てくんザーマスよ、毎日毎日ね。というわけでございましてですね、さあ、明日ちょっと確認しておきましょうね。これ見えるかな。はい、これちょっとよく見ておくようにね。はい、見ておきましょうね。はい、見えますか。大丈夫。はい、行きましょうね。はい、重量の方から行きます。
十両の方は7勝力士が2人いました。輝くん7勝3敗に、明日北青鵬くん8勝2敗が取り組まれます。熱海富士くん7勝3敗に徳勝龍くん4勝6敗になっています。輝くんのところはよろしいざますわね。はい、高田川部屋、龍電くんが勝った分明日は龍電くん負けるでしょう。そして輝くんが7勝3敗で勝って勝ち越し親おちょとなってるざいますね。はい、熱海富士くんは伊勢ヶ浜部屋、まあ伊勢ヶ浜部屋というとあの審判長、お元気大丈夫ね、ふにゃっとしてるざいますかね、よろしいざいますか、あのふにゃっとしたざいますよ、ね、そういう方がまあ無理やり勝たしてお金を出して勝って勝ち越し親おちょというわけでございます。さあ、そして幕内の7勝力士は4人います。確認しておきましょうね。王鵬くん7勝3敗に平戸海くん4勝6敗、千代翔馬くん7勝3敗に錦富士くん8勝2敗、若隆景くん7勝3敗に甥っ子ちゃんが5勝5敗、翔猿くん7勝3敗に宇良くん6勝4敗となっています。王鵬くんね、もう協会の方の売り出し企画、千代翔馬くんは明日の相手が先に勝ち越してますんで譲ってもらって勝って勝ち越し親おっちゃん、はい、原発野郎ちゃんは甥っ子ちゃんが、ね、おじさまお金を出すかどうか5勝6敗まで引っ張るか、それとも先にね原発野郎が勝ち越すかということになっているざいますよね。はい、岩崎弟君と浦君ね、はい、岩崎弟君先に浦君が明日多分浦君先に勝って7勝4敗同士の星合わせをしてから給金直し13日に向けてみんなで7勝でドバーっていくんじゃないザーマスのというふうに見ております。さあ、そしてですね、はい、もう一つ見ておきましょうね。これお客様に好評だか不評だかわからないやつなんです。これ見えるかな、見えますか。はい、これ成績評価曲線です。今日は10日目を終わりました。これ見える、はい、今日は10日目を終わりました。はい、幕内の取組は21番あったうち、1人が十両の力士ですから41人、しかし41人のうちテルピーが今日はお休みしたんでまたマイナス1ということで合計40人という形になっています。10日目を終わりましたので、成績を整列しますと10勝0敗の人から0勝10敗まで出てきます。確認しておきましょうね。10勝の方は0人、9勝の方は2人で全体の 5%、8勝の方は2人で 全体の 5%、7勝の方は4人で全体の 10%、 6勝の方は8人で全体の 20%、 5勝の方は6人で全体の 15%、 4勝は10人で 25%、 3勝は 5人で 12.5%、 2勝は2人で 5%、 1勝は1人で 2.5%、 0勝は0人ということで、このような割合が評価曲線ができました。見えますか、しつこいですか。はい、見えますね。はい、センターラインの5勝が6人ということでガクンと落ちております。そしてこうやって見るとなんだなんだ、5勝の真ん中の人が少ないから大丈夫じゃないの、これはガチンコなんじゃないのというふうに見られますが、はい、まずですね確認しておきましょう。10日を終えた以上は5勝5敗の人が、はい、勝率を5割以上確保できます。その人数というのは成績上位者は22人、全体の 55%、勝率5割以下は、全体の18人で 45% となっております。はい、こうやって見るとちょうどいいバランスですねというふうに見えますが、昨日はこれがちょっと動いてきております。昨日は 55% で約5割ぐらいでした。ちょっとほんのちょっとずつ成績上位者を増やしています。そしてもう一つ確認しておきましょうね。はい、よくお話をします。今日だけ見ると6勝5勝4敗の4敗じゃない4勝のボリュームゾーン、要するにこれを残りの日にちで、合算していきますと9勝8勝7勝という形で大勝ち大負けしない、要するにキープできる番付をキープできるキーピングポイント、ここの要するにボリュームゾーンを見ると8人6人10人と、足しますと合計24人、全体の 60% の人が、キーピングポイントにいるということです。ということは全体の 60% の人が番付を大きく上げることもなく下げることもなく今の番付に維持できる生活保障の問題ざますわね。これ一つ協会の福利厚生の一つじゃないかしらというふうに見ています。よろしいざますでしょうか。いかがでございます。この成績評価曲線というのは、
各個人のその日の成績を表にしてグラフ、折れ線グラフにしてカービングを確認しながら、本来ならば、成績評価、相撲というのは、親王朝がないと言っていますから絶対評価です。絶対評価ですから、まあ、このライン、そしてこの数字は正しい、ね、真ん中のラインが落ちていますけども、ボリュームゾーンを見ると全体の 60% いるということだけは確認してください。これが本当に絶対評価のラインなのかというふうに見ることです。本来ならばもっとフラットになるんです、絶対評価の曲線というのは、ね、これはね、ちょっとね、成績をつける人間だと分かると思うんで、成績つけたことないという方だと分からなくなってしまうんで、ここをね、ヘビに教えるとなるとね、もっと最初からずっと数学のこと、もっと基礎的なことから教えなくてはいけないんで、見ている方は別にヘビの教え子じゃありませんから、あえて教えません。まあ、教えてほしいとなるともっと話長くなりますしね。なあ、本来ならば、中学校、高校のね、数学 C ぐらいまでやればこんなの普通にわかることなんです。でも今の日本はね、ゆとり教育ということで、数学の C をこの24年前にずっとカットして、最近やっと復活したと言いますけど、まだまだこのようなことはやっていませんね。まあ、これが分かるか分かんないかを見ることによって、お相撲が星のやり取りをしているかしていないかということです。これを見るとボリュームゾーンで全体の 60% いるということは、はい、星のやり取りあるんですよというふうに見られるか見られないかは、その方の数学力の問題です。数学的推移、数学的考察というのができれば、ああ、ボリュームゾーンに 60% もいるってことは、これおかしいぞ。そんなにいるの？普通 35% ぐらいじゃないのって、ここのラインっていうふうに見る。それが普通に数学というものをやった方だと分かるんですけども、60% もいるってちょっとおかしいぞ。っていうふうに見られる方が出てくると、ヘビリンもこういうお話をしていて、話のしがいがあるなぁと思うんですけども、いかがでしょうか。ね、まあ、もし数学、こういう数学に興味のある方がいらっしゃったら、ヘビリンのところにおコメントにてどうぞ。そして、こういうところ、これをお話しさせていただきましたけども、これが、こういうところはわかるけど、この部分がわからないとかっていう方がいらっしゃったら、その方もおコメントにてどうぞ解説させていただきます。最初から全部わかんないから全部教えろって方はそれは教えません。その方はご自分で中学校時代のね、数学のテキストなり何なり集めて、開いてもう一度お勉強し直してください、ね、そこまでヘビに教えるつもりはありません、ね、なぜかというとここは学校じゃありませんからね。よろしいざいます。はい、それでですね、まあこういう形ね、この成績評価曲線ね、これお客様いかがですか。これしつこい、毎日やってるとしつこいですか。それともお客様の中でこれ毎日見たいって方いらっしゃいましたら挙手。これずっとじゃあご希望があれば毎日15日千秋楽までやっていきます。ただもうこんなもの見たくない、わけわかんないっていう方もいらっしゃったら挙手。その方、そういう方の方が多ければこれはもうやりません。そしてこのような、その前日のですね、7勝の力士を元にしてクイック親王朝識別法だけをやっていくという形をやっていきたいと思います。まあ、今のところこの昨日ですね、お話しさせていただいた通り2通りのやり方を、今日はお話をさせていただきました。あれですよ、復習しておきましょうか。もう一度確認しておきますよ。はい、今日は重量の力士が7勝が1人、幕内力士の7勝力士が3人いました。重量は1人いて、1人、成立で 100%、 幕内は3人いたうち2人が成立したんで 66%、 合計合わせた4人いたうち3番が成立しましたんで 75% 高いですねということ。そして明日、このような7勝の力士がいるということ。そして成績評価曲線を見ると、はい、よろしいですか。このような形になっていて、6勝5勝4勝のボリュームゾーン、キーピングゾーンに全体の40人中24人、 60% が分布されているということ、これでちょっとあまりにも多いんじゃないのということを確認しておいてください。はい、そういうわけでございましてですね、はい、それではご挨拶しておきましょうか。はい、姉ちゃん見てるか。姉ちゃん、さっきは電話どうもありがとう。昨日のなんか放送を見てね、芋が大きいのは余計なお世話だね、世間の皆様にそういうことを喋るんじゃないということで、負け夫にもお姉ちゃんごめんなさい。
でもあの芋は大きすぎるんざますわよっていうわけでございましてですね、だから週末行った時も芋を小さくしてくださいね。あれ口の中に入れたら熱くてしょうがないからね。はい、そしてですね、はい、川原さん、台風いかがですか、大丈夫ですか、おこんにちは、ヘビリンザーマスわよというわけでございましてですね、また今場所も始まりました。どうもご無沙汰いたしております。お元気ですか、ね、ヘビリンこうやって生きておりますね、頑張っております、頑張っております。清き一票、別に選挙している場合ではございませんというわけでございます。はい、そしてですね、その次、はい、次誰かな、森子先生、おこんにちは、おコメントいつもありがとうございます。ご支援、ご声援どうもありがとうございます。本当ね、森子先生おっしゃられますようにですね、もうやっぱり相撲、このね、興行相撲がちょっと、あれですね、もう終わりに近づいてきているのかなという、このヘビリーにとっては大変嬉しいですけども、相撲ファンの方にとってはもう、肝冷やしてるんじゃないのっていうところでございますけども、大体組織が崩壊する時というのは、まず、屋台骨、こういう屋台骨からガタガタ崩れてください。上から壊れても建て替えできますけど、家でもそうですね。例えば2階の屋根取れても2階の屋根直すだけでいいですけども、下の基礎壊れたら終わるじゃんですよね。ガタンって倒れますよね。相撲協会をぶっ倒すとこうなるわけじゃんですけどもね、ヘビリンは。まあそれはちょっとまだ後でちょっとね、そのセリフちょっと後で置いておけばなりますよ。基礎が壊れてきてるからこういうことが起きる。例えば何だか知りませんけども、今日も10日目、大関が3人とも総崩れしたそうざいますわね。一場所のうちに、まあ、今日は横綱がもうお休みした、テルピー休んじゃった、いつもの、テルノンとかって言ってるのが、今場所はね、テルノンフランス語講座ができないというわけでございまして、お客様、誠に申し訳ございません。これも深くお詫び申し上げます。ね、ですから一体誰をねフランス語講座に持ってきたらいいのってわけでございます。ちょっと今考えておりますんで、ちょっとお許しくださいませ、ね、どうぞ許してくださいザーマスはよというわけでございまして、お言葉は綺麗にね、ビューティフォーに描かないといけない、ザーマスはよ、よろしいザーマスはね。はい、そういうわけでございまして、まずお話戻りますけど、基礎が壊れてきているということをちょっと確認しておいてください。あ、大関が総崩れね、もう幕の内力士もね、星の潰し合いじゃないザーマスはよ、あれも貸して借りてわけわからなくなってるんざますわよ。もう貸借対照表ってあるざますでしょ。簿記の時間で習うざます。簿記やったことある方挙手。いない。簿記やってると貸借対照表ってあるざますわね。貸して借りてっていう貸し方借り方ってよくあるざますわね。あれの貸借対照表がバラバラになっていって、誰に貸して誰に戻すんだかわかんなくなってきてるざますよ。ですからもうあんなわけのわかんない相撲ばっかりになるざますわね。借りたものを返して、特に一致なんかは借りたものを返してるのか貸したものを返してるのか分かんないざますわね。玉鷲くんに至ってはあれざますわね、何か急にモンゴル政府から要請が来て、お前今場所頑張るよって、勝った分またお金送んなきゃダメだぞ、送金しろよ、モンゴル送金というわけでございまして、挙句に今日は大関3人が、3人のモンゴル力士にこってんぱんにやられたというわけでございまして、はい、これはどういうことかというと、はい、ヘビリンの考察。はい、日本は今円安が進んでおります。日本の円が非常に海外で売られて弱くなっております。はい、日本の経済が弱体化してきています。脆弱化しています。その点モンゴルというのは今未開の地でいろいろなビジネスが展開されています。最近日本お相撲、ね、モンゴルのビジネスというのはお相撲だけだと言われていますが、最近は何ですか、毛の、ね、繊維質のやつですね、あれは何て言ったかな、ウサギの毛なんかそういうのやって、商売してる、マフラーとかセーターとか作ってるとかって言ってましたね。そういうものも発展してきたということで、アンゴラですか、 ありがとうね、あ、君ありがとう、うん、今ねちょっとうちの平津教育だから教えてくれたんですよ。本当にいい奥さんですね、あの人ね。ここで褒めておかないと後でぶん殴られてビシャーンとかでやられるんですね。トレシー・ローズ2世とかって言うとね、ポルノジョイの前でビシャーンとかでやられますからね、これ気をつけないといけないんですよ。まあ、それ本当にね、もう白鵬ちゃん顔負けの張り手ってこう来るわけでございますけど、よろしいでございますね。そのアンゴラを使ってですね、洋服を作っている商売もある。成田空港かなんかにお店があるでございますよね。親おちょっていうわけで、まあそれ親おちょいいんですけど、なんとあれ曲、ダンプカーちゃんも絡んでるビジネスでございますよ。あれよく見てると、見ておくとよろしいでございますよ。ヘビにこんな変なことばっかり詳しいでございますけどもね。はい、要はモンゴル人3人にやられたということは、モンゴルのお金が強くなってきてるっていうことでございますよ。日本人の3人の大関が買われてるということ。よろしいざます。
これもよく確認しておくとよろしいざますね。夜によって3人の大関がコテンパンにモンゴル人にやられたってことは買われてる、うん、借りたものを返したり、お金で転んだりって言ってる場合でございますけども、要は買われてる、大関が買われてる現実ね、看板力士が買われてる、相撲協会の理事たち、執行部たち、お前たち大丈夫か、お前たちも買われてんだろどうせこれで、というわけでございましてですね、まあ乗っ取られてる、買われてる、まあそういう形でお金お金と背金、背金主義でいくと最後はお金に追われるということざます。ハコちゃん聞いてる、聞いてるざます。そういうわけでございましてですね、まあお相撲の終わり、終焉、ジエンドね、こういうものが着々と見えてきている、ペビリにとっては大変嬉しいお話ざますけども、ですからよろしいざます。これちょっとね、起きやざますわよ。ヘビリンがいつも言ってるざますわね、今場所もやるざますわよ。相撲協会をぶっ倒す、ね、何でもかんでもぶっ倒す、ね、いいですか奥様。奥様ね、家にいるとイライラするざますわね、本当この台風なんかでね、イライラするざますわよ。ですから旦那さんもぶっ倒す、ね、家の前に出てって電柱もぶっ倒す、ね、でもその電柱の修理費はヘビリンのとこに請求しないでね、よろしいざます、相撲協会長に請求してください。ヘビリンに請求しちゃいけません、ね、そういう請求は相撲協会にお金を、ね、請求してお金払ってもらってください。どん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 何でもかんでもぶっ倒す、ね、よろしいざます、ね、はい、そういうわけでございまして、はい、その次ですね、小よって先生お元気ですか。いつもなんかここ最近たくさんご声援ありがとうございます。どうぞお体の方ですね、まあ、プロレス興行っていうのもですね、過去にミゼットプロレスってあの小さい方もね、身長の小さい方がやされてましたけども、彼らもね、変な差別のね団体にね、ある意味職場を潰されたっていうかわいそうな方たちざますよ。ミゼットプロレスもね、よろしいざますか。まあ本当にね、まあ、またいろいろとね、そういうあの暴力団関係のお話なんかも聞かせていただけるとヘビリンも大変助かるざます。いろいろまたご教示いただけると幸甚です。はい、松山親方様、今場所ありがとうございます。いろいろとお話ね、ありがとうございます。あと森子先生もね、また話戻りますけど、森子先生もね、たくさんお話いただけると幸甚です。ただ本当にね、台風来ています。またね、この暑くなったり涼しくなったり、気候の変化が激しいざますね、皆様どうぞお体にご自愛をいただきますようにね。そしてまあこんな私のね、このバカ配信、クソ配信ね、私のようなこのバカヘビ像ね、ヘビリンのこのバカヘビリンのバカ配信っていうのを、これ見ていただいても見ていただかなくてもね、興味のある方だけ見ていただければいいと思っておりますのでね、別にこれ全然収益化もしてなければ何のお金にもなりません。ただ私のホビー、趣味でやってるザーマスはね、ですから何度も言うザーマスはね、このおチャンネルはお上品、大変お品がおよろしいね、ですからお言葉はお丁寧に、おくっちゃべり、遊ばされるザーマスはよっていうわけでございましてですね、まあお手すきであれば、ね、あと残り5日間、ね、千秋楽まで、まあ、私が殺されなければやりますので、どうぞお付き合いをいただけたらと思います。さあ、それではエンディングに入りましょうか。エンディングでございます。花田勝氏が、ああこれいかがなものかと、大関3人ぶっ倒れ、ね、モンゴル人に飼われていたこの現実、おまけに 75% も起きるこの勝ち越しの確率、そしてこの成績評価曲線を見れば、なんとボリュームゾーンに全体の 60% もいるというこの現実で、これでガチンコ勝負、お前たち数学習い、もう一回この野郎中学校行って二次方程式からやり直してこい、解の公式が言えるのか、ね、そういうところからやってですね、きちんと数学のお勉強して、数学的 推理推測というのができるとですね、考察も重ねられて、あ、数字というのはこういう変化をしていくとこういう現象が起きるのか、ゆえにこういうことが証明されるということをですね、きちんとお勉強して論じていこうじゃありませんのというわけでございまして、ざいますよね、まあ、数学ってそんな難しいもんじゃないざいますよね。ね、今度相撲の勝敗を線形代数かなんかでお話ししてみましょうか。こうなるといよいよ大学2年生ぐらいの授業になるざますわよ。よろしいざます。興味のある方挙手。いない、難しすぎて分かんない、そんなことないざますよ。ヘビリンがね、興味がある方だったらみっちりきっちりびっちりとね、氷川きよしよってこうやって教えるざますわよ。よろしいざます。
いいですよ。お小指を立ててお上品に、おおおおおおやおちょってこうやってやるざいますよね。さあそれではですね、また明日私は殺されなければお会いいたしましょうね。それではまた皆様お元気でごきげんよう。さようなら。